眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。いや、生きてますなぁ。いや、確かにね。最近ずーっとめっきり、ここ最近で私がね、はい、ゲストで呼ばれることが多くなってね。いや、どういうこと？ありがたく、ね。いやいや、先生、初回から毎回ですから。いやもう、ありがたいなと。うん、まあ、そうか、ね。最近から聞いた方、たくさんいらっしゃると思うから。あ、そうか、そうか。うん。おいで、じゃあ、最初の頃ゲストは誰だったんだろうな、つって、最初の方をいっかり視聴しちゃうっていうわけですよ。ああ、なるほどね。うん。事前に言ってもらっていいですかね、そういうの。そうね。だからもう視聴回数。そうなんですよ。そういう方法で視聴回数を増やそうとしてたんですね、先生は今。そうなんです。最初の頃って全然視聴回数回ってないじゃないですか。そうですね。いや、今でも回ってないですからね。だから多分、ほら、回数多いじゃないですか、うちら。ね、そうですね。初期の頃探すのに、こんなのビューっとこう指こうやってやってたら、腱鞘炎かなんかになっても日が暮れちゃうって言うんですよ。いや、そこまで多くないです。うん、まだ250本ぐらいですか。まあ、多いは多いから。ああ、そうですか。で、初期の頃、本当は面白くないですからね。あんまりね。まあ、トークが。まあ、先生、はい、今でもそんなに、あれなんですよ。なんか今だと、今は面白いみたいな、ちょっと手になってますけど、はい、別に、どうなんでしょうね、それは。変わってないと思うんですよ、その辺は。いや、まあね。はい、じゃあ僕も、この間、バーっと見返してみたんですよ。はいはい。したらね、はい、ちょっとちょこちょこ、耳に留まってね、うん、やるのが熊の話、うん、熊トーク、うん、あれ熊だけで総集編作ったら面白いんじゃないかなって、結構稼げんじゃないかなって思って。先生、180分とかの例のやつやる、熊で作るってことですか？120。熊だけで総集編をちょっと作る。いや、熊の話2時間3時間ずっと聞きたいなっていう方がいるかどうかっていうのね。いや、ほら、まず、ね、でもこの時点で温度差が、はい、あのね、熊の危険性を感じている人と感じてない人のこの温度差っていうのは逆に不思議だなって思ってるんですよ、ここ昨今。うん。うん、今ね、うん、熊って、うん、昨年よりも目撃件数が 2.5 倍伸びてるの知ってます？2023年。2023ベア。え？じゃあ2022ベアよりも2023ベアの方が 2.5 倍目撃件数増えてるんですよ。その、わかります？近未来なんとか的な、そういう年号の数え方やめてもらっていいですか？いやいや、なんで。じゃあ、この間ね、大きな声で言えないよ。これね、長野県行ってきた。で、ちょっと、はい、調査でね、はい、長野まで行ってきたんですよ。はい、長野県は、長野市から、上田市、うん、で、上田温泉行って入って、うん、それで、茅野市まで、うん、車でバーン、つってね、ずっと走って、はいはい、で雨も突然降ってくる、バッ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 、全然、そのワイパーの音とかも別にいいんですけどね、走ってきた、ガサガサ、突然ガサガサってね、うん、うん、あれなんだろうって思う、はい、ございますよ、はい、いや結構いるね、あ、熊ですか、長野、ガサガサは、いやもうね、あ、ね、我々調査しに行ったんですけど、うん、あのね、まずね、熊を探すのに、うん、まずさ、僕らが探したのはね、うん、熊をね、見つけようと思ってもなかなかいないですよ。うんうん、だから、熊のね、糞、うん、脱糞ね。ちょっと待って。脱糞っていうのは、糞ですよ、うん。熊が漏らすこと脱糞って言うじゃなかったっけ？違いましたっけ？わかんないけど、俺も、もうその定義わかんないけど、脱糞ってだけでちょっと迫力ないじゃないですか。そういうこと？うん。だから、脱糞つった方がなんかいいじゃないですか、もう。まあまあ、ね、そうですね。響きも面白いし、うん。そうそうそう。そうそうそう。脱糞と、足跡。これですよ。があったんですか？お探したんですか？もうね、至るところにあるんです。え、そんな山の中入ってたんですか？あ、そうです。もう、走るのは当然、山を走行しましたよ。音はいいです、大丈夫です。いや、結構いますね。あ、そうですか。うん、だから今年はね、割と、なんだろう、食べるものがないのかもしれないね。うん、
まあ、どんぐりとかね、木の実なんかを取るんですよ。だからそれが少ない時は、やっぱりちょっと人がいる、人里までは行かないにしても、ギリギリの国道なんかをね、国道のところまで出てきちゃったりとかする、あの、熊が多くて。だからちょっとずっとその道路沿いの、あの、脱糞をね、ずっと探してたんですけど。うん。いや、でもね、ほんとあのね、今年は危険な年になるぞって思って、まあ、我々はね、いろいろな、あの、この YouTube を通して、皆さんにいろいろ警告してるんですよ。うん、だけど、なんかこう、あれ、なんていうのかな、あんまり危機感を感じないっていうよりも、うん、どこかで皆さん、うん、伏せてるなって、なんかこう、意図的に、熊の話、うんうん、あの、熊の話になるとみんな、パッとね、こういうシャットアウトするんですよね。シャッターが降りるとかな。うん。ね。あるでしょ。で僕は、ね、どちらかというと、熊が不思議なんじゃなくて、その人間が不思議なんですよ。熊の話になると、もうみんな、そっぽ向いちゃって、ふーんってなるでしょ。なりますね。で、あと、熊、はいはいはいでしょ。はいはいはい。そうですね。僕ね、これね、陰謀を感じるな。どういうこと？なんかの陰謀。どういうことですか、それ。え、要は、はい、あの、どっかで熊を守ろうとしてる人たちがいると。守るんですか？そうなんです、そうなんです。え、どういうことですか？だから要は、はい、あの、熊がね、はい、熊がね、うん、おそらくだけど、うん、人にこうね、もう指示して、ね、それでその人が、まあ、あの、熊を守らせるっていう動きを、働きをしてるんですよ。で、例えばね、地元の猟友会の人に聞いてみたんです。で、最近どうです？調子どうです？って聞いたの。地元って先生の地元？長野。あ、長野。長野。はい、あ、最近は、ぶどうが、たくさん、熊に盗まれるだっぺ、みたいなこと言うわけですよ。ね？はいはい。そんな喋り方してる人いました？本当に。だっぺ。いや、なんか、熊がなんか多いだっぺーんみたいなこと言ってました。だっぺ。うん。あ、そうですか。いや、だからそうなんですって。じゃあなんで取らないのかって聞いたら、うん、要は、うん、あの、もう本当にね、動物愛護協会がうるさいんですって。だ簡単に熊を、なんていうのかな、取ることはできない。撃つこともできない。うん。うんで、それをやると、もう結構やっぱり叩かれたりとか、うん、あとやっぱりその熊をね、うん、まあ、狩りに行く。うん、で昔は、うん、なんかこう、熊って悪さをすることが多いんでね。うんうん、だから、ありがたがられた。だけど最近は、熊を撃ってもありがたがられないって。そんなんでなる人が、若い人でなる人いないんですよ。あ、そうなんですか？そうなんです、そうなんです。そうなんだ。うん。だから、と人間がね、どちらかというと、熊を守ろうっていう方向に動いてるんですよ。で、熊を守ろうって方向に動いている割には、うん、だなんか熊の被害が多いとね、あの熊に食べられちゃったとか、ね、うんうん、多いでしょ？はいはい。うん。そういう、ね、どっちにしたいのかわかんないんで。ああ。うん。だからね、うん、あの変な話、その、うん、じゃあ、熊を駆除するっていう動きをしたときに、うん、止める人間がいるのにもかかわらず、その止める人間があまり前に出てこないっていうのは僕は陰謀論を感じちゃうんです。うん。そうなんですよ。なるほどね。うん。山崎さんもその一人だと僕は。で、どういうことですか？私が。山崎さんだって熊の話すると食いつかないじゃないですか。うん。ね？そうです。熊の話。そうですね。ね？はい。で、はっきり言おう。はい。なんでなのそれ。都心に住んでるからじゃないですか。あー、自分さえ良ければ、それでよい。まあ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 。はい、出たわ。いや、まあまあまあ、そうなっちゃいますよ、それは。いや、自分さえ良ければってわけじゃないですけど。町田は、町田は出るよ。本当に。いえ。町田、うん、出るよ。出るかな。うん。狸はよく見ます。高尾山から。まあね。うん。高尾山からだいぶ距離ありますしね、ここ。うん。まあ、熊がでも出てきたら人たまりもないよ。言っとくけど。いや、小田急線も。
え、どういうこと？小田急線も、だどういうこと聞か、どういうことなんて聞かなくていいの？もう小田急線の、小田急線に、はい、もし、はい、出てきたら、熊。はい、小田急線の中に、車内に。うん、駅に。駅に。はい。はいはいはい。出てきたらね。そうなんです、そうなんです。いやー、この話、どこ行こうかな、これ。うん、いや、まあ、そういうことなんですよ。うん、そっか。いや、確かに、そうですね。もっと小田急線下ってって、うん、なんだろう。な、箱根の近くまで行ったらもしかしたら。いや、箱根はもう完全にもう熊の巣ですよ。ああ、そうですか。うん、その辺まで行ったら、ちょっとやっぱり心配になりますけど、うん、でもだから、わかりました。先生がさっき言ってた温度差の違い。うん、多分、先生が話してる、熊の話を話してる相手って、うん、どうせ会社の同僚の方とかですよね。要は都心に住んでる人たちですよね。千駄ヶ谷で熊が危険って言ったって、うん、誰も、そうなの。承服しないですよ。いや、だから、それは千駄ヶ谷にいる人は無事だけど、うん、ね、うん。例えば、それ、その発想がこの日本を滅ぼす発想なんですよ。そもそもは。どういうことでしょうか。で、要は自分たちさえ良ければいいって言って、例えば、これからの少子化問題だったりとか、2025年問題は、みんな、なんか焦ってるにもかかわらず、例えば、あと100年、2100年問題っていうのがあるんですよ。2100年問題？それはまたこう後日話すけど、いや、2100年だったらもう自分たち生きてないからいいや、とかね。うん、今の、例えば、今ほら、我々ってさ、物を作る職人がいない国になってきちゃったでしょ、うん、で、職人育てなきゃいけないじゃないですか。うん、だけど、その職人、なんで若い人育てないのって聞いたら、うん、いや、もう自分たちは死んでしまうし、自分たちが死んだ後の世界なんかどうなってもいいわ。っていう職人さんたちがいるから子供たちを育てないんですよ。うん、ね。だから自分たちがどうなってもいいじゃなくて、自分たちの後の代まで、幸せに生きられるような国づくりっていうのを今いる人たちが考えないと国って滅びるわけですよ。わかる、言ってることわかるでしょ？言ってることはもちろんすごくよくわかりますけど。はいはいはい。熊の対策を都会にいながらしなきゃいけないと思うんですか？だから、いや、だから都会の人間も巻き込んで、はい、ね。で、日本にある、今ここにある、そこにある危機。うん。日本存亡の危機。先生、熊が日本存亡の危機にはちょっとならないような気がするんですけど、どうでしょうか、それは。ああ、そうか。いやね、もうね、僕ね、熊はね、もう本当に、はい、撃滅させていいと思います。絶滅させていいと思います。先生、それは乱暴じゃないですか。でしょ？で、乱暴って言うでしょ？はい、だから甘いんですよ、人間は、みんな。ね、はい、ね、自然を甘く見てる。そして動物を、うん、なんかこう、可愛いもんだと思ってる、その都会的な発想。あ、うん、もうね、危険なものは、殲滅させればいいんです。殲滅ですか？うん、あ、そうですか。そうです。そうなんです。で、それを、そういうこと言うと、うん、いや、かわいそうだとか、動物愛護どうのこうのってやるけど、そんな、それがね、現代人の平和ボケっていうんですよ。いや、全滅とか殲滅とか言い始めると、そうです。動物愛護とかじゃなくて、うん、その地球環境レベルの問題じゃないですか。その生態系崩すわけじゃないですか。いやいや、生態系崩さない。それが生態系ですよ。それが生態、弱肉強食っていう自然の摂理に則った、はい、生態系の、が持つ運命ですよ。それは。うん。しょうがないでしょ、だって。だから向こうもかかってこいよっての。熊も本気になって。お互いにね、そのなんだか知んないけど守り合うとかっていう、そういうなんかわけのわかんない平和ボケした人間のその甘っちょろい発想が、はい、変な人工的な自然界を作り出してるわけですよ。向こうがやる気だったらこっちはよしやってやろうか、ぐらいで。それでちょうどいいんですよ。ライオンがね、鹿に対してかわいそうだなとか言います？言わないでしょ、はいはい、それは自然の摂理なんですよ。あれが自然なんですよ。はいはい、うん、弱肉強食なんですよ。だから人間が自分の文明の利器を利用して、人間が強くなった暁に狼を日本から殲滅したわけですよ、あれは。うん、ね、うん、それに対して動物愛護協会は何も言わなかったでしょ、うん、あの時代は。で、今言うってのは今の流行なだけでしょ、うん、
うん。だから熊がこんだけなんかこう出てきて人間に危害を与えるっつって、うんうん、OSO18 だか、早18だかわからないけど。ああ、いましたね。ね？お、で、早って。で、今度はそうじゃないか。だ今度ね、今度19っていうのが出てきたらしいですよ。何ですか？ OSO19。実は、あの OSO18、やっつけたって言ってみんな喜んでるんだけど、実はあれが本当じゃなかった。もっと恐ろしいのが実はいったっていう。あ、ほん、それ本当ですか？そうです、そうです。すごい。うん。まあこれ北海道の話ですよ。まあ山崎さん的な発想だと、いや別に北海道の人が殺されたって俺ら関係ねえ。そんなこう言い方してないですいや、同じことですよ。いや、そんなことは言ってない。同じことです。いや、危機感がないのは都会に住んでるからって言っただけで、別に北海道の人が死んでも別に自分には関係ないとか、そんなことは思ってないです。それはまずいなと思います。その言い方はいろいろあるけど、はい、結果的には同じなんですよ。うん、自分は東京にいるから、別に危機感は感じませんって言うんだけど、うん、僕はそうじゃない。もう、全世界レベルで見てるから、物事を。全世界レベルで見た中のほんのちっちゃい島国日本、うん、この日本で起きていることを、うん、やっぱ見ると、いやもう本当身近で起きている大事件なんですよ。なるほど。うん、その大事件、うん、自分は安全だからと言ってね、ないがしろにするわけには僕はいかない。なるほど、ね。うん、いいんですよ。熊は別に日本にいなくたっていいのね、はい、日本にいなくたってどこだって北極だっているんだから、北極熊って。うん、なんか。でしょ？だから、それは北極に任せときゃいいんですよ。日本で、そんな葡萄を取られちゃったっつってね、高級な葡萄ですよ、長野県の。うん。書いてありましたね。はい。何葡萄でしたっけ？長野パープルと。長野パープル。はい。食べてみたいな。食べてみたいな。月の静さんおすすめの長野パープル。皮むかないければいいな。むく葡萄だったら、いくら、高くても私は食べませんけどね。うん、そう、僕のめんどくさいですよ、ね。そう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 。まあそれもまた平和ボケですよ。何？平和ボケ。あ、そう。絶対だから人間弱くなりすぎた。そうか。うん、軟弱なんですよ。だから熊に舐められるんですよ。なるほどね。うん、熊なんかブドウ剥かないですよ。剥かないでパッパッ食べちゃうからね。うん。うん、だから人間は剥くでしょ。剥いてる手間が人間はあるのに、熊はもうそのままパッ食べちゃうから。それは取られちゃうよ、熊に。そういうことか。そういうことです。なるほどね。そう。それが嫌だったらもう熊を殲滅。そっか。そう。そうです。もうこれもね、熊愛護協会からもう今回ものすごいクレームが殺到すると思いますよ。熊愛護協会？あ、動物愛護協会。うん。来ると思いますよ。そっか。そう。あの人たち何なんですかね。自分愛護協会って言ってる人いないけど、いないじゃないですか。あ、うん、言わないでしょ。なんかそれもまたなんか、確かでしょ、そのメンバーではっきり名乗ってる人と。そう、名乗ってこいよ、本当に。世界的に有名な人いるんでしょうけど、うん、あんまり有名な、じゃなんないですね。よかった。ようやくこう、温度差が一緒。最初の頃の、今日の話と最初の、また行ったら、みたいな感じだったけど。そうなんですよ。だから僕はね、愛護協会の人とか、あれはね、変な話、秘密結社だと思いますよ。あ、うん、都市伝説ってな、もうね、もうまさしく都市伝説です。そっか、うん。でも確かに秘密結社とまでは言わなくても、うん、あれちょっと、具体的な、なんか実態よくわかんないですね。よくわかんないでしょ？うん。センチメントの中で生きている平和ボケした人間だと思いますよ、僕は。あれ、実際の職業とかそれぞれあるんですか、ね、いや、また普通に生活してますよ。普段生活してます。何であれ収入得てるんですかね、あれ、なんですか、グッドオブザ愛護協会ね。いや、あれさ、あれ基本的には別に収入得る団体じゃないでしょ、多分。寄付か。どうなんですかね。うん。か。寄付とかありそうですね、うん。動物好きの人たちから。うん。ねえ。でもあんまり、コンビニとかでも見ないですよね、動物愛護協会。そうそうそう。募金箱とか、ね。そうでしょ、うん。怪しいな。怖い。怪しいのよ。あれ、ちょっとちゃんと調べてみましょうか。うん、そうなんそうなん。ほいであれで OSO18 だって、うん、撃ち殺しました。私が撃ち殺しましたって言えないんだよ。うん、怖くて。ああ、うん、何されるかわかんない。何されるかわかんないから。うん。そんなんだったらもう、やっぱり猟友会になりたい若い人っていないよね。確かに私が仕留めましたみたいな人出てこないです。出てきたっていいじゃないですか。ね。あんだけなんかサメとかさ、シャチ、なんだっけ、ほら、
カジキマグロ取りましたみたいな。ああ、確かに。やるのに。そうですよ。松方弘樹は、ね。松方弘樹や、自慢してるでしょ、だって動物愛護協会は松方弘樹のことを言えばいいのに。ああ、確かに。うん。なんで海は良くて山はダメなの、それって、なんか何が違うの、カジキマグロはかわいそうじゃなくて、クマがかわいそうな理由って。あ、パンダですか、パンダに近いから哺乳類だから。ですか、魚じゃ食べるなよって思うね。そうそうそう。うん、そっか、うん。じゃあちょっと熊についてはちょっと私も真剣に考えてもいいのか、今後は。いや、まあ、もう日本人を本当真剣に考えて、うん、もっと猟友会をもっとこうバックアップしていきたいと思うんですよね。うん。うん、あの、山に行きました。で、山に行った時に熊に襲われる人っていうのは大体山菜採り。ね、うん、で、山菜採りをしている人って、うん、その山に、の持ち主とは限らないんですよ。勝手に他人の山に入って山菜を取ってる。これって良くないこと。うん、つまり、被害に遭ったら、それは被害届出さないよね。恥ずかしいから、遺族は。あ、うん。だから、つまり本当はもうもっとたくさん被害に遭ってるんですよ。なるほど。うん。そうなんです、そうなんです。で、逆に言うと、熊からすると、あ、何勝手に人の山入ってんだよ。いや、そんなことは。何チケットを高額で売ってんだよ、みたいな。ことなんですよ。あ、まあまあ、まあ、うん。だからそういう熊の訴えなんですよ。うん。まあでも確かに熊のテリトリーに入って、いろいろ、そうそうそう。取ったりしてると、それはそうかもしれないです、ね。そうそうそう。だから熊が正しいっていう発想があるわけでしょ。はいはい、うんうん。だ、熊のテリトリーって今おっしゃったけど、基本的に熊が考えた熊のテリトリーって言ったら、もう熊にとってはもう山全部なんですよ。うん。うん。だって自分が食べていくためにはその山の中にあるやつを他人に取られたらいけないんです。うん。うん。食べていけないでしょ。そう。で、その発想は悪いとは思わない。それなんでかって言ったら、その発想自体が自然の摂理なんですよ。うん。逆に言うと、人間はその熊を守る必要もないんですよ。なるほど。人間が襲われるんだったら、その、襲うんじゃないぞって言って、その熊を撃ち殺したって言うわけですよ。うん、確かに、うん。そっか。そうでしょ？うん。なんかどっかしらで、これ、襲われた時だけやっつけていいみたいな発想があるけど、それは甘いと思います。なるほど。うん。まあそんなんで、ちょっと熊のね、はい、あの、熊はちょっと本当にね、本格的に動き出します。我々、安眠。皆さんを安全な眠りにつかせるために、うん。うん、そっか。寝てる時にガサガサガサ、想像してみてください。なんだろうと思ったら、ガラスに、わーっつって、クマが、ね、寝てる時に。寝れないでしょ、そんなことやられたら。はい。ね。だからちょっと考えていきましょう。わかりました。はい、では、皆さん、少しでもそうだねって思ったら、ちょっと皆さん、協力していただくっていう気持ちを込めて、いいねボタンと高評価、それと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、おやすみなさい。おやすみなさい。